こんにちは、堀口教授です。今回は試合の告知です。8月18日ライジン18対戦相手が決まりました。対戦相手は朝倉海選手です。で、まあ、海選手なんですけど、まあ、すごい強い選手で、まあ、打撃を得意としてて、まあ、寝技総合的に、まあ、何でもできる選手だなと思ってるので、まあ、自分もアメリカに来てすごい何でもできるのを目指して、どんどん強くなってきていると思うので、まあ、若い選手とだったら面白い試合できるかなと思ってます。最終的には自分がしっかり KO1 本で、勝ちたいと思ってます。皆さん応援よろしくお願いします。で、場所は初めて愛知県で試合するので、まあ、すごい自分も楽しみです。すごいワクワクしてます。ぜひ愛知県に皆さん来てください。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。